エンゼルスの大谷翔平投手は日本時間25日、本拠地アナハイムで行われた、レッドソックスとの試合に3番 DH で先発出場し、4試合ぶりの12号ソロを放つなど4打数1安打1打点と大活躍。試合は7対3で勝利し、4連勝。敵地メディアも彼の活躍には脱帽していた。またこの試合ではエンゼルスの主砲トラウト外野手が4回の第3打席に真ん中低めのカットボールを捉えて左中間に豪快な12号ツーランを放った。大谷とのアベック弾となる一発はトラウトにとっては大好物しかない一発となってしまった。そんな2人の活躍もあって4連勝となったエンゼルス。チームも好調と波に乗っていることもあって、トラウトは試合後のインタビューでも自信を覗かせていた。今回はことの詳細とネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。アメリカ大リーグのエンゼルス、大谷翔平投手は日本時間の25日、本拠地レッドソックス戦に3番 DH で先発出場し、3回の第2打席で4試合ぶりの12号ソロホームランを放った。見送ればボールという高めを逆方向にかっ飛ばす驚愕弾。これには敵地メディアからも恍惚とした声が漏れている。レッドソックスの地元メディア関係者すら見とれてしまうアーチだった。4対0とリードした3回1し、大谷はカウント0、1から左腕パクストンの見送ればボールという高めのカットボールを強振。逆方向に飛んでいった打球はぐんぐん伸びてフェンスオーバーとなった。MLB 公式サイトのサラ・ラングス記者のツイッターによると、地上 3.74 フィート、約114センチというキャリア2番目の高さを打ち返して記録した悪球打ち弾だ。レッドソックスの試合を中継するアメリカ、マサチューセッツ州地元局、ニューイングランドスポーツネットワークの実況席では、解説者が、これは制球ミスでした。初球のように低めに落とそうとした変化球が高めに抜けてしまいました、と指摘。大谷のような打者が、そもそも大谷のような投打にわたって活躍する打者はいませんが、彼なら打ち返してくる球です。ゾーン高めへの変化球は打ってくるんです、と称賛した。大谷がボールを弾き返した瞬間のスロー映像が流れると、しかもストライクゾーンの上でしたか？これをホームランにしてしまうのか？すごいな、と衝撃を受けた様子。パクストンにとっては制球の悪い球が打たれる結果となってしまった、と悔やんでいた。また、レッドソックス本拠地のあるアメリカ、マサチューセッツ州地元メディア、ニューストーク、ニューイングランドディレクターのティファニー・ウィリアムズ氏は自身のツイッターで、大谷の本塁打はユナイテッド航空のファーストクラスで飛び立つように堂々としていた、と投稿。世界最大級の航空会社のファーストクラスのように洗練されたアーチであると、独特の表現で絶賛した。そんな大谷翔平の活躍の裏で、翔平ばかりに活躍させるわけにはいかないとばかりに、エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手が、4回2死1塁からの第3打席に、左中間越えに今季12号となるツーランホームランを放った。一足先に12号ソロを放っていた大谷だったが、すぐに追いつく。トラウタニの12号が揃い踏み。ベンチに戻ると、兜をかぶせられ、会心のドヤ顔を見せた。カーンというよりもゴツン。そんなのぶとい音が聞こえてきそうなホームランだった。第1打席、第2打席と2打席連続三振に倒れていたトラウトだが、3回に大谷が左中間へ豪快なソロアーチを放っていたのを見てか、完全に着火。ベースを一周し、ホーム付近で大谷とタッチを交わしたトラウトは、ベンチ手前で兜をかぶせられると、どうだとばかりのドヤ顔で仲間たちとタッチの連続。エンゼルスはこの勢いに乗ってレッドソックスに勝利。これで4連勝となった試合後にインタビューを受けたトラウトは、翔平、大谷がホームランを打ったのを見て、負けてられないと気合が入ったよ、とコメント。チームがこれで4連勝をしたことを告げられると、今の我々は選手層が厚い。誰が打席に立とうが、最後の最後まで諦めず、粘って全力を尽くせば、良いことが起きるんだよ。それがここに来てゲームの流れにもいい流れをもたらしてるんだ、とレッドソックスに勝ち越しを決めたことに胸を張っていた。ここからは今回のニュースについてのネット上の反応を一部抜粋してお届けいたします。トラウト選手のホームラン数は、常にチームリーダーであってほしい。
その方がエンゼルスの雰囲気もいいし、大谷選手もモチベーション上がるし、トラウトのプライドも保たれる。トラウト50本、大谷40本くらい期待しちゃうな。トラウトと大谷はチームメイトであり、ライバル。特にトラウトからは本塁打では大谷に負けたくないという気持ちを強く感じる。大谷の本塁打はトラウトのカンフル剤であり、大谷もトラウトの意識を少なからず感じ取っているはずで、静かに奮起していると思う。これはとっても良い傾向で、抜きつ抜かれつで高め合ってほしい。昨日もそうだが、追加点を取れるようになった。今までは先制した後点が取れず、追い上げられる展開で逆転されることもあったが、しっかりした野球ができるようになった。前回はセントルイススイープした後負け越しが続いてしまったので、今回は勝っていきたい。さあ、4連勝しましたよ。アストロズの背中にピタリと張り付いた。レンジャーズも射程距離。次はマーリンズ3連戦。先発予定はデトマーズ、サンドバル、大谷。相手の先発は手強くはない。この勢いで7連勝してほしい。今日の試合で今のエンゼルスは勢いがあるということを証明することになったのではないでしょうか。大谷選手とトラウト選手のホームランのアベック、通称トラウタにも飛び出したこの日の試合でしたが、前日の試合での先発キャニング選手の奮闘もあって、この日の試合で先発を務めたアンダーソン選手も素晴らしいパフォーマンスを見せていました。ネト選手をはじめとしたエンゼルスの打席陣もトラウト大谷に負けじと活躍を見せていたのも、この勝利を引き寄せたという意味では大きいですし、この試合で捕手を務めたウォーラック選手も素晴らしいプレーを見せていました。チーム全体に良い流れを起こしているという意味では、相手チームに点数を与えなかったハラハラドキドキするプレーをエンゼルスは展開しています。今シーズンが開幕してからの1ヶ月間は逆転負けを繰り返すいつものエンゼルスと言えるような試合を続けていましたが、歯車が噛み合ったのか、ある意味エンゼルスらしくない試合がここに来て展開できていると思います。もちろん大谷翔平選手が今季のオフに FA を取得するため、彼の放出を阻止するためにチームは必死でプレーオフ進出を目指している側面はありますが、それでも勝利を確実に手にしてきているという点では、今後の試合にも期待が持てそうな今日の試合でした。この動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタンを押してくれると、今後の動画の励みになります。ではまた、お会いしましょう。